はい、紋別競馬場グルメリポートでございます。こちら紋別競馬場、ね、ポラリスドームなんですけれども、ここの食堂もリニューアルしましてね、2つの店が入りました。そのうちやはり話題になっているのはこちらでございます、ね、やってみます。ご覧ください、泉そば。もうこ日高界隈で泉そば、泉食堂といったらもうこれこの地区の定番でございます。お客様いらっしゃいませ、ありがとうございます。日高の方ご存じないけど一人もいらっしゃらないということ、泉そば、もう日高が誇る名店でございます。それだけじゃなくてですね、遠方から旅行にお越しになるお客様もわざわざこの泉食堂、泉そばの本店に寄ってですね、おそばを召し上がりになる、それほどのお店でございます。なんといっても泉そばというとですね、おそばが有名なんですけども、じゃあごめんなさい、合間で、はい、ありがとうございます、ね、用意していただきました、はい、泉そばでございます。こちらです、山菜エビ天そば、これがもう一押しでございます。この色彩、もう山菜とね、このエビ天のこの色彩、そして泉そばのおそばといえば、ちょっとだけ失礼します、この独特の、これも創業55年ですから、この技ですよ。ちょっとこうひねりの入ったね、この麺の感じ、手打ちでございます。オール、これがね、泉そばの人気の秘密、これがまた風味を醸し出してるわけなんですけれどもね、泉そばといえばやはりこのおそばがまずは一つ定番でございます。まあ、これ以外にも実は競馬場のこの泉そばのお店ではですね、こちらの方も用意をしておきます。これがね、一押しらしいんですよ。ここに見てください、タコです。この日高沿岸で獲れる柳タコ、これを使ってですね、おにぎり、だからお蕎麦だけじゃなく、これセットでぜひともね、味わっていただけるといいと思うんですけれども、これも絶品です。ぜひともですね、競馬場の泉食堂のお越しになったら、お蕎麦だけじゃなくてこちらね、タコ飯おにぎりの方お召し上がりいただければというふうに思います。もう連日ですね、多くのお客様にこの競馬場の泉食堂もお越しいただいて、ちょっと行列ができるぐらいなんですけれども、ぜひとも本店だけじゃなくて競馬場の方でもこう泉蕎麦味わってみてはいかがでしょうか。